ラデオ・ダイアログ12月20日水曜日時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。 本日の mc を務めます。フォトジャーナリストの安田夏樹と、そして佐藤圭です。こんばんは。よろしくお願いします。あはい、さあ、今日はですね。あの事前にあの録音した音声をこうプレミア配信という形でお送りしていますが、はいえー、取材の関係であの年末年始、えー、レディオダイアログをお休みをいただくということになりまして。えー、つまり今回が。 最そう,なんですそうなんです。皆さんどうでしょう、こう、2023年振り返ってみて、うん、いやー、ね、あっという間だったと言いつつ、かつ、いろいろあったなという感じですよね。うんあの先日ですね、うんあの、ちょっと珍しいことなんですけれども、TBS、はい、の, T の,あのサンデーモーニング、いつもあのお世話になっている番組で、荻生チキさんとね、一緒になって。はい あんまりね一緒に出演するっていうことってなかったんですけれどチキ、うん、さんがねその番組の中で言っていたのが、はい、まあの今年の一文字みたいなのを毎年決めるじゃないですか今年はなんか「税」っていう文字がねなん、はい、と決められましたけれど、うん、でもなんか酷暑だったしなんかひどい一年だったっていう意味で「あのひどい」っていう「酷」なるほどの一文字でもいいんじゃないかみたいなことをチキさんが言ってうそうかもなって。 かもなーっていうふうにちょっとね思ったりしたんですけれど。はい ね、でもやっぱりひどいねひどいねっていうことをこうまずねそういう違和感とかあの怒りとかあのそういうものをこう持ち寄りつつも、うん、じゃあより良い次の1年にしていくためにはどうしたらいいんだろうかっていうことをこう私たちもこう常々考えるんですがあのそのためにも今年何があったのかっていうことを1年間をこう皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。はいはい、あの去年年も、ね、さんととそういうういい振り返りり返ししましたけどそうそうやっっぱりあの年末ウォッシュっていう、ね、年を越すと、うん 去年のニュースってなんとなくこう過去のことのように感じてしまうという効果がなんとなくあるような気がするので、うん、やっぱりそういうところでウォッシュされないように持ち越してちゃんとこの問題考えていくぞという意味でも今日は話していきたいですね。はい、ということで、えー、このお二人と一緒に1年間を振り返っていきたいと思います。はいえー、まずは、えー、このレディオダイアログにお登場いただくのは3回目ですね。作家のアルテイシアさん。えー、著書に ヘル,ジャパンがヘルジャパンを女が自由に楽しく生き延びる方法。田島先生に人生救われた私がフェミニズムを語っていいですか自分も傷つきたくないけど他人も傷つけたくないあなたへ。もやる言葉、やばい人から心を守る言葉のご真術、えー。フェミニズムに出会って長生きしたくなった。 とえー、多数の著書がありますもうタイトルだけで、はい、読み立てます <laughs>。そしてこの「レディオ・ダイアログ」には初登場です。えー、モバイル・プリンスさん、1987年の生まれで私、同い年なんですけれど、えー、沖縄市のご出身のお笑い芸人で、携帯電話ショップ勤務の経験を生かして、スマホ、ネット活用の方法を楽しく分かりやすく伝えていらっしゃいます。はいえー メッセージはあの YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P。4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージもぜひお送りください。えー、それでは、お二人とお話しした音声をここからお聞きください。それでは、えー、アルテイシアさん、モバイルプリンスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は、なんかこう,こういうふうに直接お話をするのは初めてということですか ところですかねはははいい直接は初めててでなんかっていうかっう今 X だけどやり取り取したことはありますああなんかあのお二人だとどんな化学反応が起こるんだろうなというふうにちょっとね <laughs> 私もこうワクワクしながらあの声かけをさせてもらったんですけれどもすっごい今更なこと聞いていいですかお二人にあのアルテーシアさんは普段あのアル,ア,ルアルテーシアさんって私は呼んでるんですけどアルさんっていうふうにこう呼ばれたりすることもあったり。 しま、すかうですあるさん,あるさんあ、あるさんと呼んでも大丈夫な、ですか 私もはい、もぜひ、アルさんと呼んでください。わかりました。あの、モバイルプリンスさんはの、メールを書くときには、私、モバイルプリンス様ってお送りしてたと思うんですけど、なんか、お会いしたときは、なんか、モバプリさん、モバプリさんってきあの言ったりしてましたが、何とお呼びすればいいですかね。ああ、全然、はい。あの、何とお呼びしてもいいですよ。わ <laughs> かりました。プリンスさんの方もいますし、はいはい。モバイルさんの方もいますし。<laughs> 両方合わせて、モバプリンさんっていう私のパターンもあるんですかね。はい。はい じゃあ、ちょっと通常運転でモバプリーさん、モバプリさんと呼ばせていただきますので、改めて、どうぞよろしくお願いします。さ、はい、あ、の、ちょっとあの、最初、ざっくりとしたこう質問になってしまうんですけれど、なんかこの1年、本当にいろいろ、いろいろ、あれ、こんなこともこう今年だったっけみたいな、いろいろありましたけれども、なんか、それぞれこう、この1年をこうざっくりこうあのまとめるとしたら、 いやこういう1年だったなっていうふうにあのまとめるとしたら、どんな1年だったのかというところ、アルさんいかかがですかそうですね、ちょっともう、行員が矢のごとしすぎて、あの <laughs> 圧倒されてるんですけど、まあでも、この1年は本当もう、政治がやばすぎて、クソすぎて、ヘルジャパンを実感するみたいな1年だったんですけども。 ただまあ私自身でいうとそのジェンダーしゃべり場っていうのをやっていてうん、うん、あとその、まあ、この春は統一地方選挙のボランティアとかもしたりして。 それで、こう、同じ思いを持つ、まあ、仲間みたいなのがね、こう、増えていったな、っていうのはあるんですよね。だから、その、一人ぼっちだと、もう、この世界は地獄だっていうふうに、こう、絶望してしまうんですけど、うんうん、無力感にね、こう、押しつぶされそうになるんですけど、やっぱり一緒に怒ったりとか、おしゃべりしたり、アクションする仲間がいると、正気を保てるな、というふうに。 こう希望を持っていられるなっていうふうに実感する1年でもありました確かに、こうまあ、ヘルジャパンをこう泳いでいくためのこう連帯といいますか、なんかそういうものをこう見えたのところは、あの統一商戦にもこうあったんじゃないかなというふうに思うので、ちょうどそのあの話については、またじっくりお聞きしていきたいと思うんですけれども、モバプリさんはいかがですか、この婚姻、強引矢野ごとしすぎてっていう,こうお話もある、ジュシアさんからありましたけど、<laughs> どうでしょう。 そうですね今はまあこの1年振り返る企画っていろんなところで行われてると思うんですけど、まあ、まさにリアルタイムで、まあ、政治とカネの問題っていうのがどんどん出てきてこれそのまんま年越してなんかリセットされた感出していいのかなみたいなことが気になってたりあとはやっぱり、まあ、昨年の、えーとまあ、旧統一教会の まあ問題から続いて、やっぱりジャニーズの性加街で、宝塚のパワハラとかですね、え、日大のアメフト部とか、なんか、これまで伝統ある、まあ組織の、なんかいろんな問題点みたいなものが、 なんかこのタイミングで立て続けにこう紛失してきたのかなというところはすごく共通点を見て、えー、感じておりますうんなんか今挙げていただいたものをこうどれを取ってみてもこ,うこのままこう年を越してうやむやになってはいけないような問題で去年あの、武田沙雪さんとあの年末いろいろこの配信を通してお話をしたときにこう年末ウォッシュに気をつけろなんていう,、ね、こうお話をこうしてこう年末だからなんとなくぼんやりしちゃいました。 なんかあの件どうなったっけっていうふうにこう年を明けたらこうなってるみたいなことをこうさせないためにこうどうしようかみたいなこう話をしていったのでその山積みになっているものもこう含めてあのお二人とこう語っていきたいと思うんですけれどあのお二人にはあの事前に今年1年間の中で気になったニュースを具体的に挙げていただきました。 できたニュース、これ、大きく挙げてあの2つ挙げていただいているので、えー、お伝えしていきたいと思うんですが、えー、まず1つ目、先ほど少しも触れていただきましたけれども、今年の春の統一地方選挙挙挙げていただきました。こちらあるさんいかかがですか はい、えっ、ー、と、まあ、全国的に言うと、あの、まあこ、前回の東京ジェンダーしゃべり場にもゲストに来てくれたのが、農場桃子さんだったんですけど、うんうん、あの、農條さんがやってるそのフィ,フティーズプロジェクトで。はい,はい、はい。はい、このあの、地方統一選挙で、その20代、30代の女性候補者の29人のうち24人が当選したということとか、 もともと地方議員の半数以上が60代以上の男性、まあ、おじいさんなわけで20代30代の女性ってもとはたった1%しかいなかったっていうので言うと、うん、やっぱりその 1%, 1, パー1パーなんですよね本当ほぼいないみたいなだからそれで言うとそ,のそれだけこうあの当選したっていうのはすごくまあ人類にとっての大きな進撃であると私は思ったんですけれどもそういう動きとかあとあの。 前々回はその東京ジェンダー喋り場に岸本里子さんにあのゲストに来ていただいたんですけど、うんうん、その岸本区長の杉並区だと、えー、女性議員が男性議員を上回るという結果になって、でまあ、現職12人が落選して、新人15人が当選するっていう、もうかなり劇的な変化がありましたよね。うんうん、で、それをまあもたらしたのが投票率ということで、えー、と今回は43.66%っていうので、まあ、前回より4.19ポイント上がった。って だから約2万票増えたってことらしいんですけど 2>, うん、うん、2万票で結果ってこんなに変わるんだっていうのをすごく実感できましたよね。で特にその中で突出して跳ね上がったのが30代女性の投票率らしいんですよね。はい、そうなんですよ。30代女性は、ね、8.64ポイントも上がった。 そそ、えー、それはそうでででかかううすすねね確かにそうなんです、ね、か倍ぐらい上がっていってその全体のそのね威圧よりもだからそれだけやっぱり30代女性にこう政治を変えようとか、まあ、議会を変えようというような声が届いたんだなというふうに思ったので、まあ、その全国的に見るとそういうあの希望を感じる部分もありましたし、はい、あとあの私自身はその神戸市東灘区で今、うん、やってるその全ダしゃべり場の。 参加者のみんなとこうボランティアとかをしてたんですけども東野大工も軒並み結構他は下がってるんですけどあの投票率が2ポイント近く上がっておしかも、まあ、女性がねより上がったっていうのがあったんですよね、うん、そういう変化があってで、まあ、私が応援してた松本のり子さんっていう、まあ、女性の議員さんに関してはあの票がかなり4年前より増えたっていう結果だったんですよ。う で、まあ、当選されたんだけど、すごくこの、東灘区でその定数が減って、すごい厳しい状況だったし、その、まあ、共産党の議員さんなんで、共産党ってご存知のように、あの、高齢化が凄まじいから、やっぱりね、4年で結構自然減しちゃうんですよね。まあ、基が結構減っちゃうんだけども、はいはい、その中でこれだけ、あの、増やしたのはすごいっていうのは結構周りからもよく言われたんですけども、うんで、その、 一緒にこう選挙期間で街を歩いてて、すごく声をかけてもらって、そのツイッター見ましたとか、その動画見ましたよみたいなんで、えー、若い人で、特にまあ女性がねあの声をかけてくれたので、松本さんもこう今まで届かなかった人たちに届いてるっていう、なんか手応えがあるっていうふうに言ってたんですけども、そういうふうに声かけてもらったり、あとあの、の SN SNS を見て、ボランティアに来ましたって、結構遠くからも姫路とか、<laughs> 姫路って分かんないと思うで、えーえっと、そうですね距離感は <laughs> でも。 兵庫ででかかいですからね結構うの、はい、結構西の方から来てくれたりとかですねでそれもなんかあの SNS のそのなんか動画とかその発信を見て楽しそうだったから来ましたみたいなそういうあのことを言ってくれる方が多くてそれがすごく嬉しかったですねそのやっぱり一緒にボランティアやってるメンバーもその学生時代の文化祭みたいで楽しかったっていうふうな、はい、あの声がすごく多かったんですよ。 なので、やっぱりこういうなんか社会活動とかも楽しくないと続かないなっていうのは思うので、うんうん、やっぱりそういう楽しくて。 やりながらでかつやっぱそれをやることによって政治を近く感じたとかすごく政治に興味を持つようになったっていう風にあの言ってくれる人が多かったんですねうんだから私自身もなんか地方議会ってよくわかんないなみたいなうーんそういう気持ちがあったんだけどそういうしゃべり場のみんなと一緒に議会の傍聴とかも行ったんですけどははい、はい、そうするとあこの自分の住む神戸の町で今こういうことが起こってるんだとか。 あこういう問題があるんだな、みたいなのがすごく見えるようになって、なんか解像度が上がったって自分自身も思えたので、僕が、うん、地元でなんかあの活動するってすごい大事だな、みたいなのを思いました。 なるほど、うんいや。特には先ほどあの挙げていただいたあの杉並区、私もこう東京都に住んでいて、なんか、あのー、すごくこう大きなニュースでしたよね。やっぱり4%こう、うん、投票率が4ポイント上がるだけで、あこんなにこうドラスティックにこう変わっていくんだっていうふうにこう、私もこうもう稲葉ウアにこみにびっくりしたこう記憶があるんですけれど。<私><ん>か稲葉ウアー、私も自分で言ってすごい懐かしいなって今思いました。リさんどうですかあの 沖縄でもその、まああの、県知事選なんかこう去年ありましたけれど、統一地方選のこう、はい、今のお話なんか、いかかがですかそうですね、まあ、沖縄の場合、結構昨年、えー、統一地方選というか、結構地域の選挙がばーっと県知事選の前後にあって、うん、そこで結構盛り上がったので、春はちょっとあんまりっていう感じではあったんですけれども、そうした中でやっぱり、あの今、アルテイシアさんがおっしゃったように、 やっぱりあの地方議員の方でも若い女性が、まあ、その友達と一緒にこう楽しくイベントごとのようにやってそこでトップ当選を果たしたりとかですねまあそこからまた横の若い議員でつながって、まあ、いろんなちょっと取り組みをしようということで、まあ、そういう動きなんかも、えー、沖縄でも出つつありますね。なるほどなんか、あのー、ただこれ あのー、ちょっとまたあのお話がこう違うかもしれないんですけれど今やっぱりこう沖縄といえばこう大きく、まあ、我々にもこう届いているこうニュースの一つとして、あのー、南城市ですよねなんかあの市長からのこうセクハラを訴えたあの女性が契約解除されてしまった上になんかあの市長があのー 魅力がないのに触るわけがないみたいなこう発言をして、またこうヘルジャパンぶりをちょっとあ,のあらわにしてしまったとっいうところがあったと思うんですけれども、これって結構、地元のメディアではあの大きく報じられているところなんですかねまあそうですね、まあ、正直、ちょっとこの事実関係というところでいくと、報道は出てるんですけれども、はい、実際、どういう形であったのかっていうところが、ちょっと第三者から見ると、ちょっとまだわからない部分はあるのかな。 とは思うんですけど、うん、やっぱりこの市長のやっぱり言い方とかを見るにうん、うん、まあこれは本当にやってたかどうかはともかくこの発言単体では相当もうあのレッドカードもんだなっていうところがあるので。うんうん ちょっと怖いことになりそうだなってこれもやっぱり感じますね。そうですね。やっぱりそうなんですよね。その事実関係はどうあれ、やっぱりこう市長のその後のこう発言っていうのがこうレッドカード的なものをこう言われてしまうと、やっぱりそこにこうまあ、事情作用といいますか、応考あの持たせていくっていうこう何かこうすごくそれがあの変わっていくっていうこう意味でもなんか投票ってやっぱりこう大事なんだろうなっていうふうに思うんですけれど、アルティシアさんこのこれらのこうニュースなんかをご覧になってていかがですか。 うん、どうですよねやっぱその市長の発言って本当もう何百年も前からあるそのこう性被害を訴えた女性に対してお前みたいなブスは触られないだろうだったりそのババアは痴漢に合わないだろうとかなんかそういうことってずっとやっぱり言われてきたことでその 被害者に対するこう二次加害ありますよね。その、例えばなんで酒を飲んだんだとか、な、うんでこう二人で会ったんだとか、そういうのも合わせて、そういう二次加害があるから、その性被害に遭った人はすごくこう、まあ、通報とか相談もしづらいし、その結果がやっぱ支援にもつながれないし、加害者は野放しになるっていうのはもうずっとやっぱりこう繰り返されてきた歴史なので、それはもう、 今年で言うと、例えば DJ ソーダさんに対する性加害についても、うんうん、もう二次加害が本当にひどかったじゃないですか。されあんな格好してたら触られても仕方ないだろうみたいな。だから、あれはもう、例えばですよ、こうとにかく明るい安村とかには言われないわけですよ。<laughs> なん<か>かあれだけ露出をしていても、あんな格好してたら触られてもとか言われないわけで、やっぱりその女性が露出をしていると、なんか、 こう不死だらな女性を罰したいみたいなね。なんかそういうのもあるのかなって思うような、うん、そういう二次加害っていうのをも,もっとそっちに対してもね、あのー、絶対こうな、なんですかね、やらせないって許さないっていう風に言っていかないといけないなって思いますよね。まあ、それこそ、その、伊藤詩織さんとかにしても、ね、あの、五ノ井さんにしてもそうやって二次加害でものすごい追い詰められてるっていうのがあるので、そういうのは感じます。 もう1つあの、アルティシアさんが挙げていただいたこうニュースとして、もう二次加害以前のもともとのこう加害をこうどうしていくのかということで、これはあの前進としていいと思うあのニュースだと思うんですけれども、性犯罪に関するこの,このこう改正のニュース、注目点としては、アルさん、いかがですか。 そうですねやっぱりその地獄みたいなことが続いた中で本当にもう,うん、うん、た唯一の希望みたいなふうに感じたのがこの刑法改正だったんですけどもやっぱりその不同意性交東罪とかはあのジャーナリストのえっ、ー、と小川たまかさんとかもおっしゃってましたけどまあ また、ま、できるとは思わなかったとか,だからすごく嬉しいっていう風に言っててすごく進歩なんだなと思うんですよね。うん、そのいろんなあの改正があって例えばこう成功同意年齢が16歳に上げられたりとか放送事故の5年延長とか、まあ、撮影罪ができましたとかそういうのもあるんですけど何よりもやっぱりこの不同意成功っていう風に名前がちゃんとついて成功為には同意が必要なんだっていうことがはっきりとやっぱりこうな名前を見ただけで分かるっていうのが。 大きいいなと思いますねやっぱりこの変化もその、まあ、2017年に1回目の改正がある前って本当明治時代から100年以上変わってなかったみたいなそれを動かしたのってそのまあ当事者もそうだしこう支援団体とかそれこそジャーナリストとか記者さんとか弁護士さんとか本当もフラワーデモもありましたし。こう 活動してきた人とか、声を上げてきた人の本当、んみんなの力で変わったんだなというふうに思いますうんあの今の,その刑法改正、それから先ほど挙げていただいたその二次加害のお話も、バプリさんいかかがですかあの、まあ、ちょっと遠いところの話になるんですけど、あの僕、最近、折りたたみスマートフォンにはまってまして、おーおーおー気になってます、はい、で折りたたみスマートフォンって、結構、漫画読むのが楽しいんですよ。ははい、はい コミック感覚で読めるので。で、いろいろな漫画読んでるんですけど、最近、あの、アプリを使って無料で漫画読めますよ、みたいな、間に広告が入る、そういうビジネスモデルのやつで、うんうん、あの、課長島工作が無料で読めるみたいな形で、あ<ー>島、島工作をあえて今読んでるんですけど、もうむちゃくちゃなんですよ。どうですかいや、もう本当に、もう、なんだろうな、すぐ女性と関係持って、その人がたまたま、 なんかこう会社の面接に来て、その広告めっちゃ出る <laughs> 広告めっちゃ出る。これを喋られたくないから島光作は落とすんですよね。ええ、私一ページも読んだことないですけど、そ,ううそんなそんななんですか<あ>島光作って。いや逆に島光作はひどいんですけど、はい、でもあれがある意味まあなんだろうなバブルの時代の男性たちのまあある意味ちょっと理想のまあその女性関係であったり。 まあ、性行為であったりみたいな、なんか悪い教科書みたいな形で、うん、ある意味今後残るんじゃないかなと思うので、それを見ながら今、なんか絶句していくっていう。えって、ひどすぎるだろ、これは、みたいな。で、なんか漫画の中では、まあ、二段みたいになってるんですけど、えー、全然良くないよな、みたいな。はい、だからこれ、アルテーシアさんなんかが、あの、とにかくフリップゲーみたいな感じで、込み入れていく、なんか R1 グランプリみたいなの見たいですね。 <laughs> ああ、確かに。なんかみんなで、その、負の教科書になるものに、こう、いちいち、こう、突っ込みを入れていく回みたいなのをやってもいいかもしれないですね、確かに。そう,そうそうそう、こんなこと言わねえよって、本当に。は <laughs> あ、島工作って、あるさん、読んだことあります なんか今 C.E.O. とかになってますよね島耕作んそんな出世してんだ <laughs> そんなことをやった上で出世してんですね。すねそうなんです。課長だったやつが今 C.E.O. とかに多分なってると思うから、えー、もそれでもむしろ出世できるんだみたいな感じですけど、はい、あのちゃ,ちゃんと読んだことはないですけど、あのいろんなあのひどい話をよく聞きますよね。うんなんかあの負の教科書でといえばですね、あのあるしあの。 いろいろ中高生にあの対してもいろいろジェンダーの授業とかをこうやってますよね、大学生に対してもこうそうだと思うんですけれど、どうですか、なんかやっぱりその、まあ、刑法改正だったり、あとは。 まあこの「MeToo」のこうムーブメントだったりいろいろこうニュースになることがあの可視化されることがこう増えたなというふうに思うんですけれどあのこうしたニュースがあのまだまだだ,あだとは思いますけれど何かこう感想の変化とかこう気になるこう感想とかってこう授業を受けたあの学生たちからこうあったりっていうのはありますかそうですねあの本当 去年とか、一昨年ぐらいでも、その中高生、特に男子校とかで、その性的同意の話をしても、みんななんか、性的同意って何みたいな、初めて聞いたっていうような、あの、リアクションだったんですけど、やっぱりこの、刑法改正でこう、ニュースもたくさんあったっていうので、 すごく最近はみんな「あ性的同意ね」みたいな感じですっと理解してくれるっていうのを感じますね。うんうん、ですごくやっぱ関心も高くてじゃあどうやって同意を取るのかみたいな話をしてもものすごいこう前のめりに熱心に聞いてくれるなっていうのはあります。へーなんかやっぱりその辺のこう感覚といいますかやっぱりこうワーディングとかそれを広めていくって大事ですよね。こ,うこの言葉を知らないとそもそもそういう概念をこう共有できないっていうところもありますもんね。うんうん、そうですねで本当に それいいから56年前とかだとなんかまだこうちょっと若い男の子から「でも女の人は強引にされるのが好きなんですよね」とか「こう嫌がってるふりをするんですよね」みたいな、うん、こう。 なんだろうなツイッターとかでねそういうコメントがあったりとかでもなんか大真面目にでもそう信じているで当時はそういうもうなんかレイプしなマガいのなんかこうなん,なんとか工学みたいなですねこうあのマニュアルとかもすごく流行ってたっていうのもあってうんでもなんかやっぱりそこからはかなり進んだなっていうのは感じますうん,うんあのアルテリシアさん本当にこういろんなあの活動されていてまぁ、あ、ジェンダーのこう事業もそうなんですけれどあの 私はなんかあの兵庫県警にその性暴力対策についてのヒアリングにもあの行かれたというふうにこう聞いてるんですけれどあのそれってどういうお話をこれはあの一緒にこう活動している議員さんとかあとそのジェンダーサベリバーのメンバーと一緒にあの、うん、ヒアリングに行ったんですけどもですごくねおおって思うなんか4人ぐらい出てきてくれてあーそうなんですねそうなんですよね。であのー その中でも印象的だったのが、まあ、議員さんたちもすごくやっぱり議会でもその性暴力の対策についてあの訴えていったっていうのがあったので、でえっと、神戸市交通局と兵庫県警で一緒に痴漢にあったら見たら迷わず110番とか、そういうポスターとかステッカーを作って、その地下鉄やバスに貼るってのをしたんですけど、それ以降ですね、なんか警察への通報相談が2倍近く増えたっていう。えー すごく大きいあっ数としても現れてるんですね。そうですねやっぱりそういうふうにこう通報エンパイメントするようなもの周りの人も、うん、そのあれ痴漢かもって思ったらこう通報していいんだよっていうか通報してねっていうような前はず1、うん、0番っていうふうな。あのー うん、ステッカーとポスターを作ってでそれって、まあ、SNS でもこんなんできましたって言ったらかなり話題にもなったのでそれはすごく大きい変化だなと思いましたね。でやっぱりその、まあ、警察の方たちがこうおっしゃってたのがその市民の皆さんからの,その指摘とか要望で我々警察も認識が変わってきた。 っていうのとうあの今まで痴漢とかだとそのいわゆる迷惑防止条例違反だったのが今その気を変わって不動い外説っ逮捕して送検できるようになったとただそのうち多くが証拠不十分とかで不起訴になるのが悔しいっていうふうにおっしゃってて自分も娘を持つ親なので絶対に許せない頑張りますって言ってましたね、うんえー、結構前に向きなニュースと言いますか、うん、あのまだまだ例えばの これ私もこうツイートしたことがあるんですけれどもあの京都駅京都駅なんてものすごいこう利用客さん多いじゃないですかの一番目立つところって言ってもいいぐらいのこう駅の大きなあのエスカレーターの横にまああの痴漢対策のこうポスターがででえんとでっかく2つ同じのがこう並んでるんですけどそれが ななんんかかを呼びかけるものなんですよ、ね、お<ー>こうあの例えば、えー、カバンでこうスカートをこう隠すとかあのこういうふうにこう隙を見せないようにしましょうみたいなでなんかこう痴漢らしきあの男性の、えー、イラストが書いてあってわあ隙がないみたいにこうびっくりしてるみたいなものがあってなんかこれって <laughs> 一番目立つところにこう置いなきゃいけないのがこ,うこれなのかなってすごくもやった。 こう記憶があって、うん、つい最近あの見たんですけどまだあのー、そのポスターこう貼ってやって<ー>なんかちゃんとちょっと私もこう警察署に直接あの意見をしてみようかななんていうふうに思ってるんですけれどどうですかそうですよねー、うん、やっぱりその自衛を呼びかけるって結局その 被害者が不注意だから被害に遭うんだっていうそのメッセージになっちゃうじゃないですか。でもそうじゃないし、実際その、例えば歩いてる時に駅ですれ違いざまに触られるってことだってあるし、うんうん、その、どんな格好をしてたって地下に合うし、例えば、就活のスーツとかって結構地下に合いやすいんですよね。ああいう、<ー>イギリた格好でも。だから、そうらしいうですね。そうなんですね。やっぱ露出度とかも関係ないし、で、あの、空いてる車内の中で、 こうピタッとこう密着してくるタイプの痴漢とかもいますから例えば人の,いないその,人の、ね、多いところは避けましょうとかって本当あんまりねこうんてうんですか当事者からすると全然効果がないっって思うんですよねうん、うん、やっぱ被害者にそうやって自衛を訴えるとか呼びかけるとかもしくはその加害者に「痴漢は犯罪です」とか「痴漢あかん」って言っても「そのあかんなやめよう」とか <laughs> なるわけないんだから。 やっぱりその一番はこう周りにいる第三者なんですよねそれに被害者はやっぱりいざ痴漢に遭うとこうフリーズするっていうのも,もう知られてますから動けなくなるのでその周りの人が痴漢はいいかっていう感じでねこう目をこう研ぎ澄まして見ているとかそういう視線とかアクションによってやっぱり痴漢は痴漢をしづらくなるってやっぱり第三者なんですよね今のお話モブプリさんいかがですか そうです、ね、なんかネットで被害者バッシングって、さまざまな場所で行われると思うんですけど、やっぱりあの公正世界仮説っていうちょっと認知バイアスとリンクするなと思うことがありまして、公正世界仮説世世界仮説、はい、公正世界仮仮説説です。はい で、えー、この構成世界仮説っていうのは、まあ、世の中は正しくできてて、で、えー、ちゃんとした行いの人には正しいことが起きて、えー、何か落ち度がある人のところに悪いことが起こるんだみたいな、まあ、そういう考え方ですよね。あ<ー>はい。まあ、なので、まあ、何かしらの被害に遭った人っていうのは、やっぱりどこかでその人に落ち度があったから被害に遭ったんじゃないか、みたいなやっぱり考え方で、特にやっぱりその、いわゆるマジョリティの人たちの肌感覚で言うと、 自分はそういう目に遭ったことがないんだけど、そういう目に遭うっていうことは、君が何かやったんじゃないのっていうですね、こう、背後にあるような構造的な差別であるとか、マイノリティの人たちが被害に遭いやすいとか、まあ、こういった仮説みたいなものを全部すっ飛ばして、まあ、冷笑するんですよね。だから、やっぱり、どうしてもこう、本当に嫌みったらしく被害に遭った人に対して、ああした方が良かったんじゃないか、こうしとくべきだったみたいなことを、まあ、クソバイスとして投げるみたいなものが、 ネットのいろんなところで見られるんですけれども、うん、まあ特にやっぱりそれが女性だったり、えー、まあ性暴力被害者であるとか、まあ、複合的なマイノリティの人に向きやすいというところはすごくあるんじゃないかなというふうにやっぱ思いますね、うんあの。その凄まじいこう 加害といえば、やっぱり今年こう明るみになったそのジャニー北川氏によるこう性加害の問題でも、やっぱりこうまあ被害をこう訴えているこう側に対するものすごくそれこそあの命に関わるようなこうあのバッシングだったりですとか、誹謗中傷というのが相次いだと思うんですけれど、あのこの一連の報道、あるさんはどんなふうにご覧になってましたかうんやっぱり60年代から もう何十年にもわたってもう数百人の被害者がいるっていうでそれがもみ消されてきたっていうのはやっぱりみんなが見てみるふりをしてきたっていうことだと思うんですよねで、うん、その一部には私もいたんだろうなとか思うんですよねそのまあ自分があまりジャジーズに興味なかったからなんとなくあそういうこともあるのかなぐらいででもやっぱり私自身もそこに対してすごく鈍感だったしうんそのやっぱり こうよくその悪が勝利するのに必要なことは善良な人々が何もしないことって今、うん、ワトソンとかも国会のスピーチ国会じゃないあの国連のスピーチとかで言ってましたけどそも善人たちの無関心と沈黙っていうのが一番大きいなって思いますね、うん、だから本当にそうやって見て見るふりをしないっていうことだと思うんですよ うん、あの私がその2000年にあのアクティブバイスタンダー、うんうん、報道する傍観者っていう動画を潮りんズちゃんと一緒に作って。はい 当時はまだやっぱアクティブ・バイ・スタンダーっていう言葉も私も初めてその時知ったからそれをあのまあみんなにしてほしいなと思って動画作ったんですけど最近はあのつい先日も「朝一でこの動画が取り上げられたりしてうんそうなんですよねだからやっぱりアクティブ・バイ・スタンダーって言葉もその行動する傍観者っていうのもだんだんメジャーになってきてその第三者介入っていうその見て見ぬふりをしないと自分たちもできることがあるんだっていう,こうメッセージがこう増えてきたっていうのは すすごく良かっったなって思いますねやっぱり見て見ぬふりをしないっていうのは本当に大事だなと思います。うんうん、アクティブバイスタンダーのその動画ね私も何度もこう拝見しているんですけれども、まあ、例えばいわゆるこうぶつかりおじさんみたいなこう人にこうぶつかられた女性に、まあ、直接「大丈夫ですか?」見てましたよとかあの「警察行きましょうか?」っていうふうにこう声をかけたりすることもそうですしあとはその。 まあ、男性にこう路上でこう絡まれているこう女性に対して、知り合いのふりをして、あ,ああ、久しぶりっていうふうにこう声をかけたり、うん、こう実はいろんな選択肢があるんだよっていうことをこう示してくれるような動画なので、ぜひ、あのまだ見てないよという方はあの、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれど、あのどうでしょう、モンパプリさんは、この一連のジャニーズのこう報道っていうのは、どういうふうに見てましたか。あそううででですねでも今アさんがおっっしゃったようにこれアメリカの関 エレファント・イン・ザ・ルームって言葉があるらしいんですけど部屋の中の像ですよね。で部屋の中に、まあ、大きい像がいるとみんな気になるんだけどあまりにもそれがもう異様すぎて誰もこう喋ることができないこれについて触れることができないみたいなあ,<ー>あ,ある意味タブーみたいなものをちょっと言い換えた言葉なのかなと思うんですけれどもやっぱりこのジャニーズに関しても、まあ、いろんな,なんか噂かベースとかで、まあ、業界の外にいる 私なんかでもやっぱりなんとなく話はそういうのがあるらしいっていうのはありましたし、うん、であとやっぱり根底にここまであの大きな問題にならなかったのは、ホモフォビアとかもやっぱりでかいのかなっていうところがあって、やっぱりこうお笑いの文脈の中で、ジャニー喜多川氏をですね、まあ、そういうキャラクターとして、で、えー、なんか、えー ホモホモネタみたいなところのね、鍵、鍵格好、ホモネタみたいなところで、まあ終わらせたりとかですね。なんかやっぱそういうところも結構でかいと思うので、もちろんその女性が性被害にあって、で、その女性がまた向けられる、えー、二次、えー、被害とか、そういうところもあると思うんですけど、そことやっぱり並列する形で、男性も性被害に遭うし、うんうん、そうしたものについて、男性自身が、 しっかり、えー、例えば、からかりの対象として、そういったものを言わないみたいな、そこはすごい。 感じていますうんなんかやっぱりこう笑いのネタとしてこう消費されてきたっていうところはなんかいろんなところにこう見られるなというふうに思っていてそれこそあの私も五ノ井里奈さんの,あの裁判を傍聴したりですとか記者会見もこう先日行ってきたんですけれどその加害者の一人はその、まあ、具体的なこう芸人の名前を出してで笑いを取るためだったっていうふうにこう言ってたりしたんですよね。でで、まあ、裁判ではその こう性的な意図がなかったとしてもあのそれはこう関係がないんだっていうふうにばっさり判決が出たのでそれはすごく良かったことだと思うんですけれどうん、うん、でもなんかその後であのでのい井さんからあの言われたのがやはりあの新人のこう芸人さんの運動会みたいなこうバラエティ番組をこうたまたま見てしまったとそこでやはりこう男性の芸人さんと女性の芸人さんが<あ>。が あ見ましたか、性行為を思わせるようなあの行動をして五ノ、まあ、井さん自身はそのフラッシュバックをしてしまったっていうことがあってなんかこういうものは笑いにしていいんだ消費していいんだこう笑って流していいんだっていう,こう誤ったこう規範みたいなものがなんかこうメディアを通してこう出来上がってしまってきたなんかその影響もすごく大きいかもしれないですよね。 うん,う,んうん、うん、本当にそのフェミニストとかがこうなんとなくエロが嫌いな女たちみたいなね。なんか誤解されてますけど、そうじゃなくってうん、うん、その性暴力をそうやってエロとか下ネタみたいに扱うなっていうことをやっぱずっと言ってるわけですよ。うんうん、その性暴力をそういうこう。笑いの文脈でこう使うっていうことが本当にそのセクハラとかも。 こう助長させていると思うんですよね。うん、その、例えば、何かセクハラ的な発言をしたときに。いや、冗談だろうっていう人、めちゃくちゃ多いじゃないですか。うん、その。冗談でも、セクハラはセクハラだし、むしろ多くのセクハラとかも、まあ、差別もなんですけど。やっぱり、冗談でされることが多いんですよね。なんか冗談だったら許されるみたいな。で、払いを取りに行くみたいな、ね、そういうのをやめようよって思います、ね。そうなんですよね。そうなると、なんか、こう、笑って流せない、お前が堅物なだけだみたいに。こう、う受け入ないみたいなね。ね,えねえ。うん そういういうところに賠償化されていくというところでなんかそうじゃないんだよっていうふうにこうあのいろんなこう発信をこう続けた、まあ、個人だったりこう団体に対してこう凄まじいこうバッシングがあったのがあのモバプリさんがこれは挙げていただいた挙げてくださったあの気になるニュースなんですけれどもあのコラボに対するこうバッシング問題を気になるニュースとして挙げていただきましたあのこれモバプリさんどうしてあの今年のニュースの中で挙げ,げてくださったんでしょうか そうですね、もうあのー、このコラボバッシング問題に関しては、もうなんかいろんなところに話が広がっていって、で、先日は NHK で内部文書が出るっていうですね、うんうん、これまたちょっとまた違うベクトルで、えー、マスコミ報道としてどうなんだっていうところが、まあすごい問題になってて、えー、まだ、えー、解決というか落ち着くことが残念なことになさそうなので、ちょっと、 あの、非常に気になってはいるんですけど、これはもうあの2023年のネットの中で起きたことっていうよりは、なんかちょっと本当に、えー、ある意味、日本のネット誌の教科書に載るレベルの、えー、いろんな問題じゃないかなと思います。で、えっと、ちょっとやっぱり思い出したのが、実は全く1年前も同じような状況で、例えば年末にですね、 まあ、このコラボに関する文章を、え特別にノートで出しますみたいなことで、え年末年始役所が止まって動けなくなるタイミングで、やっぱそういう形でネット上で盛り上がって、じゃあ年明けもうコラボ終わるなみたいなこととかがあったんですよ。ちょうど僕覚えてて。でも結果的に特にそこが進むこともなく、で、またいろんな形で、え対象となる攻撃の人たちが飛び火して、どんどんいろんなところに行って、 やっぱりその間、ですね、まあ、この一部ネットユーザーではなくて、例えばやっぱり議員さんであるとか、ウェブ番組に出てるコメンテーターの方とか、まあ、いわゆるさまざまなインフルエンサーの方たちが、まあ、ちょっと犬笛を吹いたり、うん、バッシングを煽るようなこととかを、まあ、今でもやってていやもう、よっかり野郎たちだらけでしたよね、本当に。 そうそうでしかも今、じゃ何で盛り上がってるかっていうと、NHK がコラボに謝罪に行って、その謝らせてる絵を自分たちで発信するのがハラスメントだみたいな、謝罪ハラスメントです、これはみたいな感じで。<laughs> <laughs> なんか何やったってそうやって盛り上がるんだなと思ってちょっと衝撃は受けてるんですけどうんうんいや本当にあのコラボをめぐるこうバッシングとそれがこうネット上でこう凄まじい勢いでこう増殖していくっていうのもう本当にこう異様異様としか言いようがないことがもう1年以上にわたってこう続いてきたというところですけどアるさんは どう見てますかこのコラボバッシングだったり、まあ、バッシングをする側の動きだったりってどういう風に見てきましたかやっぱり差別が金になるっていうことを学んでしまいましたよねあの私自身もその私はオンラインのそのこうジェンダーのその講座をしてた時にそのまあいわゆるアンチフェミみたいな人がこう入ってきてでなんかちょっとこう なんですかねこうアンチの発言をするみたいなのがあって、で、その人結構いろんな、うんうん、あの、フェミニストとかの,あの公演に行ったりとかしてるらしくて、で、それをノートに書いて売ってるんですよね。えぇーうやっぱ金儲けしようとしてるんですよ。<あ>もうだから本当、なんだろうな、最悪だなと思って、でも実際なんか、その人実際はすごい、<laughs> 全然大,大したことないっていう言い方もあれなんだけど、みんななんかあんま気づかなくって、うん、そのオンラインの時も、なんかあんまなんか、ちょっとトンチンから発言してる人いたよねぐらいの感じなんだけど、うん、でもまあノートだって言ってやったみたいな、言ったったみたいなことやみたいな文章も書いて、あ<ー>まあそれをアンチフェミニーに多分売ってるんですけど、うん、もう で、結局、そういう人がいるから私たちは、私たちは、その男性にも来てほしいわけですよ。で、いろんなジェンダーの人に来てほしいんですよね。で、喋り場とかも、でも結局それをしちゃうと、やっぱりそういう人が、 入っっててくるってリスクだからこう女性限定にするとかなんかそういうふうにせざるを得ないってだからう男性の足も引っ張ってるわけですよ。すごくこうジェンダーに興味のある男性からは「女性限定だからいけないんですよ」ってって「ごめんね」みたいな「<laughs> あなたのような人には本当に来てほしいんだけれども結局あその女性限定とかその女性とその性的マイノリティ人の元気でです」ってしないとうん、うん、そういう人が入ってくるリスクがあるんだよねっていうような。うん でも私だったらこうそういうふうに自分の例えば集まりだったらねできますけれどもやっぱりその男女共同参画センターとかだと公共だからできないこ,うこの人にはこう入ってくるみたいなことはできないかったりもするので、うん、もうそこはちょっとどうしたらいいですか王子様。ま <laughs> <laughs> あのででもそういうい人たちって同じ口で 女性限定ってことは、こいつらが一番、なんか男女平等からこういうことしてるみたいな形で、またそこで盛り上がるんですよね。男を排除するなって言ってね、なんか、わっしょいってなるんです。男性差別だっていうふうになったりしますよね、そこで。で、これちょっと僕、結論出てないんですけど、うん、私個人でやっぱり考えてることとして、やっぱりこのいわゆるアンチ・フェミニストとか、まあ、フェミニストに対して何らかの嫌悪感を。 持っている人たちの中にも、やっぱりそこには、本来ケアが必要であったり、何らかの形で人とのつながりっていうのが必要な人も、やっぱりいると思うんですよね。で、これ男同士で連帯できてないから、なんかそのいろんなもやもやの矛先を、こう、女性たちが連帯してるところに向けるみたいな。だからなんか、私はやっぱり、あの、男同士で、どう関係性を作って、 連帯していくかっていうところがすごく2024年の課題にしたいなってちょっと感じているところでしてもちろんフェミニストの方たちとあのすごい連帯して,るしていきたいと思う部分はあるんですけどなんかこの男同士でなんかうまい具合アンチフェミをよしよししたいですね。 うん,うん,うん、なんかそのやっぱりどんなこう差別もそうなんですけれどそのマジョリティのやっぱりこう態度の問題なんですよねマイノリティのその受け方とかあの考え方とかどんなふうに、ね、そのマイノリティのこう態度ではなくてやっぱりマジョリティがどういうふうにこう態度だったりあるいはその、まあ、価値観のこう変化をこうしていくのかっていうことが一つの,こうあの鍵といいますか、まあ、それがこう一番のこう鍵だと思うので。 なんかそこでじゃあマジョリティの中で何をこう共有してどういう変化を起こすのかっていうことはまあ重要な点にはなってはきますよねうん、うんうん、なんかやっぱり差別ブレーキがなさすぎるっていうのは本当に感じますよね、うん、あのちょっと前にあの m 1の予選でなんか中国ヘイト漫才みたいなのがもうあれも。 もう本当に読む末だなと思ったんですけどあれもやっぱ差別が笑いになるっていう、うん、であれを何だろう公式がやっぱ載せてしまってたりとかもうあれってね本当その場でもうストップさせないといけないレベルのヘイトでしたよね。う,ん、こうなんかであの結構有名な話で例えばこうメジャーリーグでこう大谷翔平選手のその試合の時にこうアメリカの解説者がちょっとこう。 アジア人のイントネーションみたいなちょっと真似たようなをしたら<ー>もうそれであのその人はこうなんですかね、えー、と要はこうあの出れなくなったみたいなしばらくこうあの無期限あの出演停止みたいになったっていうようなニュースがあってやっぱりそれってそれだけ人種差別がは本当に社会問題なんだと、うん、人の命に関わる問題なんだ。だ 社会として差別を許さないっていうことをちゃんと態度として示してるじゃないですか。うんうん、で日本はその差別ブレーキっうんうんうん本当にねなんかやっぱり、まあ、あの法整備もこう含めて私なんかこうあのブレーキをこうかけましょうねっていうことをこう訴えてきたんですけれどもこうブレーキのこう具体策、まあ、あの教育だったりですとか法整備だったり、まあ、あの人権機関をこう作るっていうことだったりいろんなこう選択肢がかかえ考えられるんですけれどブレーキ ブレーキのこう選択肢を具体的にどういうふうにこう増やしていくのかということを、まあ、2024年にこう考えたいなと思うんですけれどなんかそのブレーキブレーキっていう言葉が正しいのかあのどういうふうにこう対処していかなければならないのかっていう,こう問題の一つとしてもう一つモババリさんが挙げてくださったのがこれ私も気になってました生成 AI のこう躍進と今後の懸念っていうところで特にこう今後の懸念っていうところ私もすごく気になるんですけれどモババリさんいかがですか はい。あの、まあ、2023年はやっぱりこの生成 AI っていうところが、まあ、特にチャット GPT なんかに代表されるようにすごく伸びてまして、うん、で特に先週木曜日また素の AI っていうですね、あの音楽作れる AI も出てきて、うんうん、これが非常に面白くてですね、まあ、歌詞と曲調こんな感じでっていうのをやると、1分ぐらいで、まあ、かなりクオリティの高い曲を作ってくれるんですよね。へ、えー。 なのでまあ、ちょっと、ね、これから年、ね、末年始で友人に感謝の気持ちを伝える歌をこのスノー a i に作らせて送ったりとか<ー>こう何かちょっとした番組のジングル的なものをすぐ作らせたりとか、まあ、いろんな可能性は秘めてるわけなんですよねうん、うん、ただやっぱりこの AI っていうところでいくとこれは、えー、とこの AI を作ってる側もそうだし利用する側もそうなんですけどやっぱ倫理観とか、まあ、さっきの。 教育ととかか人権意識とかもそうなんですけど例えば、あのディープフェイクっていうのもやっぱりちょっとずつ出てきてて、うん、今年もやっぱりあの岸田首相のテレビインタビュー。ありましたね。はい、そうそうそう。まあ、それに、まあ、変な言葉喋らせるっていうのがあって、ちょっと問題になりましたけど、海外なんかで問題になってるのは、いわゆるこのディープフェイク技術をつく使ったポルノですよね。こういったものもやっぱり、えー、ある日突然自分が被害に遭ってるみたいな。で 私結構中学生、高校生とかにスマホの使い方を啓発する、えー、講演会とかやってるんですけど、うんうん、例えばやっぱりこの児童ポルノであるとか、裸の写真をこうグルーミングされて送ると、相手にばらまかれて脅迫される可能性ありますよとか、まあ、こういったものをまあ年代とかに合わせてちょっと伝えたりしてるんですけど、逆にディープフェイクポルノとかが出てくると、自分がどれだけ自衛してたとしても、自分がネットやってなかったとしても、 クラスメートとかが本当に悪ふざけで、そういったものをやって、うん、で、拡散されて、まあ、被害に遭う可能性があるわけですよね。だからもう、これどうやって止めればいいんだろうみたいなところがすごくあって、だからやっぱり、本当に性教育であるとか、やっぱりその相手のこういったことをちゃんと尊重して、付き合うことができるかどうかっていうところは、本当に急いでやっていかないと、もうとにかく被害だけが増えそうだなっていうところで、 ちょっと怖い部分でもありますね。うん、はるさん、今の懸念点いかがですか？聞いてて。 うん私はあの子供の頃に「ターミネーター」の映画とかを見て育ってるのでこのままいくと人類と機械の最終戦闘になんか突入するじゃないかって思うぐらいあのデジタルに弱いんですけど <laughs> そうですよねなんかそういう形じゃないけどやっぱりどうどうやって止めたらいいんだろうっていうのがありますよね。どうやってこうここまでは OK だけどここから先はもうダメだっていう風のをどうやって整備していくんだろうって。 思いますよね、さっきの,そのポルノにしてもそうだけれども、も作れてしまうわけですもんね、うん技術として。これやっぱり、いたちごっこになるんですかね、うん、モバプリさん。そのまあ、できてきては懸念点をあぶり出して法規制をして、でもそのやっぱりこう抜け穴を巧みにこう抜けてくるみたいなことのこう繰り返しみたいなことになるんですかね。そうだと思いますね。だから結局、まあ、いたちごっこになるとはいえ、やらないといけないと。 でもやっぱりすり抜けていって被害に遭うのは、まあ、大体マイノリティであるとか社会的に立場の弱い人たちが、うん、まあこういう形でダメージを負うことがすごく大きいので、うん、まあやっぱり例えば私と安夏樹さんは、えー、同い年なんですけどうん、うん、私たちが高校生ぐらいの時にはあのいわゆる アイコラと呼ばれるものがちょっとなんかインターネットで出てきた時で、アイドルコラージュってやつですね。うん、あれは、まあ、その、簡単にはできないんですけど。すっごい久しぶりに聞きました。はい。はい、まあ。いわゆるアイコラです。20年ぶりぐらいで僕もこの言葉使えましたが、うん、まあその20年前はやっぱりパソコンのいろんなソフトを使って、まあ、いわゆるアイドルと、 そのポルノの画像を合成してみたいなものが、えーまあ、ネットとかでまたちょっとルフされたりみたいなことがあったんですけどなんかあれのもっと簡単にクラスメイト版をスマホアプリで作ることができるとかうん、うん、ちょっとやっぱりもうなな怖いなっていうところは本当ありますね。うんでもなんか結局その使うう側のこうモラルがこう とにもかくにもこう技術以前にこう問われてくるというところはありますよねやっぱりそういうものを作ってルフする側にはやっぱりこう意図があるはずですし、うん でまあ、そのやってもやってももちろんその社会の中からこう差別をゼロにするっていうことはすごくこう難しいことではあると思うんですけれどもマルさんがさっきあのいろんなこうジェンダーのこう教室なんかに行ってで感想が変わってきたっていう,こうところにちょっと希望を持ちたいといいますかあのそういうことがなぜダメなのかでどういう影響をこう被害に遭った人にこうもたらしてしまうのかっていう、まあ、そういう,こう、まあ、認知啓発も地道にやっていく必要が あああるるのののかもしれないでで、ね、ですすすすよよよねねそそうこはすごく希望を感じるんですよあの私、男子校とかにもよく行くんですけれどそこでその質問タイムの時にですねうん、うん、高校生の男の子とかが「自分はじゃあどうやったら男として性差別に加担せずに済みますか?」みたいな質問をしてくて先生もすごい感動してたんですけど「<laughs> うちの先生は?」みたいな, <laughs> <laughs> なんかそういう質問してくれたりとかあとこの前、あの 私学フェスみたいな、その高校生の集まるあの会で、ジェンダーについてこう講演をしたとも、まあ、その後高校生の男の子が言ってくれたのが、そのマイノリティに説明を求めるんじゃなくて、こう我々マジョリティの側が積極的に学ぶことが大切ですよねって言ってくれて。<ー>人生何回目って思ってるそうなんでよ。なんかよく言われますって言ってました。なんか学校ではお父さんって呼ばれてますってっだ <laughs> <laughs> からしっかりした男の子だったんですけど。<laughs> え、高校生 です高校生がそんなね,なんす,ねすごいしっかりした感想をくれたりとか、ね、ええー、なんか、うん、ねやっぱりそのよくね、マイノリティはマジョリティのこう教科書教材じゃないんだよっていうことは私もよく言うんですけれどすで、うん、に高校生で悟っていらっしゃるそ,れをそうなんですよね、えー、今日話を聞いてそう思いましたみたいなことを言ってたので<ー>だから希望はあると思いますなるほどなんかあのその希望はあるっていうところであのどういうふうに こうモチベーションと言いますか、あのーまあ、この社会運動だったりですとかこう市民運動のこう意義って何だろうかっていうことをこうどんなふうにこう捉えられ捉え直していけるだろうかっていうことを私もこうすごく考えたあの出来事があってそれがあの もうパブリさんがあの3つ目に挙げてくださったこれ最後に挙げてくださったニュースなんですけれど「座り込みやゆから1年沖縄を巡るあれこれ」ということでえこの「座り込みやゆ」というのはあれですよね「さんがえ辺野古のえ基地建設にこう反対するまああのまあ座り込みをしているこうエリアがありますけれどもそこにこう座り込み何日目」っていう,こうあの看板がありでも「ひろゆきさんが来た時間帯にそこに誰もいなかったからゼロ日にしろよ」みたいなことをこう投て 起こしその後もまた、えー、その座り込みしている人たちのところにこうアベマを連れてこう戻ってくるみたいなことがあった <laughs>、まあ、その後ねアね ABEMA の,こうあの番組もあの凄まじいものがありましたけれどもそれから1年ということでこれ挙げてくださったのはあのマプリさんなぜですか そうですね。なんかやっぱり沖縄を巡る状況いろいろあるんですけど、まあ例えば県の方は裁判も負けて、で、まあやっぱり例えばミサイルが飛んでくるぞみたいな形で、うん、ェイアラートもすごくなって、肌感覚として、もうやっぱり仕方ないよねみたいな声が、やっぱり周りでもやっぱりちょっとずつ出てきてる感じが僕はあるんですよ。うん、だからやっぱりもうなんか長期戦に持ち込んで、で、やっぱりどっかで諦めさせるのを待ってるのかなっていう感覚が、 あるんですけれども、まあ、特にやっぱり熱心に反対している人たちの、えー、まあ論理的なところを聞いていくとやっぱりこの地政学上軍事的には、えー、普天間の代わりの施設っていうのは、まあ、辺野古でなくても構わないと九、うん、州ぐらいであれば構わないということをいろんな人たちが言っててうん、うん、で安倍晋三、まあ、当時首相も、えー、国会の答弁で、まあ、県外に移設すると地元の理解得られないっていうことを やっぱりしっかり残してるんですよね、ポロッと。はい。委員会にはそういうこと言うんですね。そう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 。そうえ、で、でも地元の理解はみたいな話なんですよね。はい。だからやっぱり反対してる人たちの中では、これはやっぱり、まあ軍事的な話とか地政学の話以上に、やっぱりこれ沖縄に対する差別じゃないかっていう話をするんですけど、まあこういういろんな歴史的な経緯とかをやっぱり知らないと、 なんかこれ、差別の話ですっていうとまたこいつらすぐ何でもかんでも差別に結びつけていや、軍事的にはね、沖縄にあった方がいいんだみたいな感じで、もうなんか対話が全く成立しないみたいな、うんそれをもう、あのーまあ、正直僕ができることで言うと、その人と、えー、対面する場合であれば関係性を築いて、お互いちゃんと腹割って喋れるような。 感じにして、そこからちょっとずつ、こういう話をして、まあ、その相手の意見も尊重しつつってとこなんですけど、なん、うん、だか、そこまで時間かけて丁寧にやらないと、全く伝わらないみたいな。うんうん、でも、西村博之とかがパッてきて、うんうん、え、でもこれ、座りこう意味ないですよねとか言うと、それでまた一気に上書きされるみたいな。ああ、そういうね、地,も地道なこう、積み重ねをこう、一気にこう、ちゃぶ台返しされる感じはありますよね、確かに。うん、だから、本当にさっきの話と一緒で、 まあ僕はこの沖縄の話でいくと、うち団地なので、まあ、当事者になるのかなと思,い思うんですけど、まあ、そこで県外の、えー、この問題わかんないんだけどっていう人たちに対して、まあ、一応何度も何度もこう説明はしているつもりなんですけど、もう全く伝わらなくて、うん、だからこれが逆の社会問題になった時に、あ当事者に説明させてはいけないと思って、まあ、自分でこう説明したりするようにはしてるんですけど、なんかこの、あの、本当になんだろうな、徒労感と言いますか、 どれだけ言っても,もう全く勉強する気もない人たちが平気でえでも結局それって地政学的にはこうなんでしょうっ,てって思考停止して終わらそうとするみたいなうんじゃあそういうことじゃなくてみたいな <laughs> うんなんかそ,れをその1年でもありましたね。なんかでもさっきのののの安倍晋三、まあ、当時のあの首相のこう答弁で言うとと県外だと地元の 理解が得られないって言いますけど、沖縄だってこう住民投票だったりですとか、いろんなこう選挙で。で、うんうん、意は示して、それはないがしろにしていいんだっていうことですよね、うん、つまり。いや、本当そうですね、だから、まあ、ちょっとね、あの、例えば、さっき性的同意っていう話がありましたけれども。うん、やっぱり、なんか、僕、根っこすごい似てるなっていうのがあって、なんか、過不調性感じるんですよね。で、もうトップダウンで、政府が決めたことだから、お前らを従え、で。 まあ従ったやつらから金はやるから、まあ、そこで納得してねみたいな、なんかこう主体性とか決定権とかいろんなものをどんどん奪われ続けていってっていうところで、うん、だからこれ、よくいろんなね、えー、人たちが言う、お前らこのまま基地作らないと、中国共産党に乗っ取られるぞとか、すごい言うんですよね、ウイグルみたいになるぞみたいな。うんうん、でも まあ、あそこまでの武力行使は受けてなかったとしても、ウイグルとちょっと似たようなこと起きてねえか、かすでにみたいな。うん,う,んう,んうん、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 そういうのはやっぱりいろんな人たちが言ってますね。うん、なるほど。今のお話どうですか、あるさん、その、まあ、ひろゆきしかが、あの揶揄してから。行ってから、こう一年で、まあ、あの辺野古に土砂が投入されてから、こう五年っていう、あの月日が経つ。っていう時でもあるんですけれど、事例の動き、どういうふうに見てますか。 そうですね。その、ひろゆきのツイートの後に、まあ、私も、こう、SNS でもう、すごく怒っていましたし、んなんか、もう、生き量を飛ばすみたいな個人的な努力もしてるよ <laughs> <霊は S 1> すごい体調が悪くなってきて、<laughs> 体調悪いとか思ったら、<laughs> アマゾンのおすすめに、森し、森塩 <laughs> しお森しおって言って、<森塩> <laughs> なアマゾンすごい、なんか私のことわかってるみたいな感じだったで <laughs> でも、その時に、あの、沖縄の女の子から手が、 昨日お手紙が来て。 そうなんでですよねでその時にそのひろゆきのこの発言を見てこう毎日泣いてたんだけどこうやってちゃんと内地にも怒ってくれる人がいるんだっていうのをこうアルテーシャさんのツイートで見て、うん、あのすごい救われましたっていう風に書いてたからあ怒るってすごい大事と思ってやっぱりその沖縄に基地を押し付けててるのは誰なんだって話ですよねで私たちなんだから私たちが関係ないとかそのそういうふりをしていちゃ絶対ダメなわけですよね。うんうん、だからその ことろう感とかを感じるかもしれないけどでもやっぱりちゃんと一人一人が怒っていってでこうね私たちみんなが怒ったらさすがにそのなんですか政府だってこう国民からそっぽ向かれたらまずいなみたいなふうにもなりますから本当にちゃんとこう怒っていくだからこうデモとかもそうだし SNS で発信するのもこうアクションなんだっていうふうに思います。うん、なんか日本のの中ってまだまだだこの怒りに 対するこう距離感といいますかがあるなと思っていて怒りをこう霊障するって言ってもいいのかもしれないですけれど何そんなに怒ってるんだよみたいなそんなに怒るなよ的なこう怒りっていうものがイコールこう負のものである排除しなければならないこう怒っている方があの自分からこう矛を収めるべきだみたいな,なんかそういう,こう圧みたいなものをすごくこう感じるところがあってでもなんか怒りから 始まるじゃないですか。いろんなものがこうね、うん、それをこうどういうふうなこうエネルギーにこう方向性として持っていくのかっていうこう具体的なあの問題はその次にあると思うんですけれど、なんか怒るって大事ですよね。だって私たちは奴隷じゃないですからね。普<え>なんかこう都合のいい奴隷にされてたまるかよっていう風に怒るっていうのが。うん それをこう冷笑する人ってのは、本当になか奴隷の中のリーダーになりたいんだなって感じですよね。うん,うん、うん、うん。なんか結構そのひろゆき氏の件があってからも、すごくなんていうんでしょうね。こう冷笑的なの反応がすごく多かったですし、なんかあの、その後にこう、a b e のこう番組の中なんかでは、何でしたっけ。えっと。 その座り込みだったり、こうあのそういう抗議う活動、ハンストとか、でそれはやっぱり入管の中でこうどうしようもない人たちにあのこう残されたこう手段であってで、なんかこう、ちらっとこう参加するのは、なんかこう本気じゃない的な、なんかそういう,こうあの話に持ってかれてしまってたのが、私はすごく衝撃だったんですけど、あのど,どうでしたか、モーバプリさん、あの今、ありありと私もこう思い出したんですけれど。 あの、私結構性格悪いので、<お>そういうことを言うコメンテーターのツイッターの過去投稿で、いいねはい、じゃあ入管の問題、ね、入管で反訴とかありましたから、入管の問題で何か声上げてるのかなって別に特に言及はないみたいな。うん、おおそこまでチェックしたんですね。<laughs> そうそうそう。だから結局、もう何癖つけたいだけなんですよね。う,ーんうん だから、ハウスとやるなら本気でやれ、みたいな。じゃあ、その、あなたが言う本気でやってる人たちの問題に、ちゃんと耳傾けてますかっていうことでもありますし。だから、やっぱりこうね、さっきのコラボの時に NHK が謝りに来て、で、それをね、あの、ハラスメントだっていうのもそうなんですけど、もう何やったっていろんな理由つけて、これは良くない、あれは良くないっていう形で、まあ、トーンポリシングしてくるので、まあ、そういう人たちを逆に、 えー、マイノリティではなくて、マジョリティの荒いみたいな人たちがこういなしつ,つですね。うこう、ゆっくりゆっくりそういう態度っていうのは、やっぱり普通に間違ってるし、ダサいよっていうのを、ちょっとずつでもなんか、最近はね、まあ、ひろゆきがある議員にまあ論破されたみたいなこととか、ちょっと潮目が変わってきてる感じ。 も感じなくはないんですけど、なんかまあそのね、ヘルジャパンの中においてカフ調整とか、うんうん、まあそういう霊障系とおさらばする日を我々で作りたいなとちょっと思いますね。うん、なんか今のモバブリさんの話で思い出したんですけれど、今年の あの6月にその沖縄に行ってでやっぱりこう辺野古に行った時に、まあ、座り込みしている人たちの中でもこういろんなプラカードをこう掲げている人たちがいるんですけれどその中になんか辺野古の基地建設反対カフチオ製もぶっ壊せみたいなあの <laughs> プラカードがあったんですよ。でも そうだよねって根底は一緒だよねって、まあ、あの時も思いましたし今の話を聞いていても思いましたしなんか一つねこれを聞いてくださっている皆さんもなんかあなたの隣のこう拡張性って何ですかっていう,こうところをちょっとね身近なところからこうたぐり,り寄せてあの考えてもらえたらと思うんですけれど。で あっという間のお時間でして、まだまだ2、3時間ぐらいお話をしていたいぐらいなんですけれど、あのどうでしょう、こう振り返っていただいたみたいにこういろいろありすぎた1年ではあったんですけれど、まあ、あの前向きな、ね、こう変化についてもこう触れていただいたと,いところもあったので、2人が来年、これもちょっとざっくりとした聞き方になってしまうんですけれど、なんかどんな1年にしていきたいのかっていうことをこう最後にそれぞれ伺っていきたいんですが、あるさん、いかがですか。 そうですねさっきなんか霊障っていうのがあってそのうん、うん、怒る人を笑うみたいなでもなんか意識高いみたいなでもなんかこう振り切ってしまうと何か私いつもこう。 あのフェミニズムメッセージを書かれたフェミニズム衣類を着てるんですよね、ファック・ペイトリアーキーとか書いてるやつで、こう、ね、何ですか、まあ、ファック・ザ・ペイトリアーキー、つまり、ああ<ー>、いはいはいはい。はい、っていうのを着てこう、はい、意識高いですって感じで、もうフェミ様のお通りだみたいな感じで、<laughs> 常にいると、逆になんか日常生活の中で、本当なんかあんまりこうな蚊取り線香みたいなものでこう、かが寄ってこないみたいな感じなんですよね。<laughs> そういうこう余計な虫も寄ってこないし <laughs> だからみんなもっとこうよみたいな感じなんですよね、うん、いや本当に当、うん、か誰,誰がツイートしてたんだっけな知り合いがあのツイートしててそうだなって思ったんですけど「あの思想強めですね」って言われた時に「こう思想ないんですかクソダサいですね」って返してますみたいなことを言ってましたでもあなんかあそうだよなっていうふうにこう思った記憶があっていいですねそのフェミシャツ。 ミシャツをこう着るみたいなのも一ついいかもしれないですね。 みんなこうフェミニズム衣類を着てですねあのリストバンドしたりとかこうあのピンバッジつけたりとかですごい私は武装してあのいつもいるんですけどまあそれぐらいに吹っ切った方がいいしこう仲間も見つかりやすいのみたいなのもありますからねうん、うんうん、そう思ってるんですけどやっぱりこうジェンダーしゃべりばたこをしている中でそのジェンダーとか政治の話っていうのはこう周りの人としづらいからすごく助かりますみたいなこういう場を作ってくれてありがとうっていうふうにあのよく言ってもらうんでそれってこう日本 単純にそういうおしゃべりできるこうフェミニストたちの居場所みたいなものが増えてい,い増えていくといいなって思うんですよね。うんうん、で私よく言ってるんですけどこうやっぱり女同士でこうモヤモヤをおしゃべりしているとあこれってフェミニズムだよねって気づくんですよ。だからフェミニズムなんか全然知らない人でもこうなんていうか女同士はもう女だけじゃないんですけどやっぱフェミニズムでつながれるっていうふうに思ってますのではいなのでいつもこうあのフェミ様のお通りだという気持ちで。<laughs> はい。 堂々と胸を張って生きて行きたいなと思います。はい、私もちょっとあのいい感じのえー、T シャツをこの後あの探してみようかなっていうのを。はい、でトレーニズムトレーナーとか <laughs> T シャツとか出てきます。はいチェックしてみたいと思います。モバプリさんはいかがですか？はい、あのまあ、実は今年ですね、ちょっと Spotify の中で、はい、映画を語るポッドキャストを友人と始めまして。ええー、で。 考えてみると、今年って、あの、C セットから始まって、ウーマントーキング、私たちの選択とか、バービーとかはい、はい、で、えー、先日沖縄でようやく公開された、アフター・ミー・トゥー見てきたんですよね。うんうん、なんかやっぱり昨今って、いろんな映画、超大作の中に、こういうフェミニズム的なメッセージとかが、しっかり入った映画がたくさんあって、それを、まあ、おっさん2人が、 まあいろんな話をするっていうポッドキャストを今やってて。で、なんかこう、改めて、まあさっきもちょっとお話ししたように、えー、男性自身がこれからどう生きていくのか。で、もちろんフェミニズムとかを、えー、当然意識した上ではあるんですけど、うこう、なんだろうな、女性を通さずに、男同士で照れずに、中年で、 ちゃんと悩みを取ろしたりケアしたりとか、そういったものを僕は身近な人たちとやりたいなっていうことがあって、なので今実は2024年の手帳、すでに買って、いろいろ書いてるんですけど、2024年になんかこう、会って、うん、差しでランチ会して、本音を喋りたい人リストみたいなのをいろいろ作ってて、なんかそういった形で、ちょっとまだもやっとはしてるんですけど、フェミニズムを意識して連帯して、そこは当然なんですけど、 女性に変な形ですり寄って言ってっていうことでもなく、ちょっと男同士の生き方みたいなものを改めて問い直したいし。 自分自身も考え直したい一年にしたいなと思ってます。うんうん、なんかよくやっぱりあのボーイズクラブっていう,こう言葉が使われると思うんですけれども、まあ、男性同士ですごくミソジニーなあの考えを一緒にこう煮詰めていってしまうみたいなこ,うことってあるじゃないですかそれとはまたう違う方向性でのこう男性同士のこう連帯だったりですとか、しゃべり合えるこう場を身近なところからこう構築していきたいという,こうところですかねはい。はい かかそここらまた何が生み出されるかっていうところを、ね、すごく <laughs> あの楽しみにそのお話もぜひあの後日また伺えたらと思うんですけれどね2024年この前2023年になったばっかりだと思ったらこうあっという間にこうしわす年末だっていう,こうところですけれどもあの改めてあの2024年がね今年いろいろありましたけれど少しでもあっ これは良かったな、これは前進だなっていうことをこう積み重ねられるような一年であることをこう願いながら新しい年を迎えていきたいと思いますので、お二人ともまた来年も2024年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。よいお年を。は <laughs> い、よいお年ですけど、<laughs> はい、ちょっと早いですけれども、今夜ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ハッピーニューイヤー。<laughs> さあとといいううことでででかかがししたでしょうかお二人のお話あのー、アルテシアさんがですね、はい、最後にあのフェミのお通りだっていうね、うん、こうお話をこうしてくださったんですけれど何かやっぱりこうフェミニズムをこう語るとか女性差別のことを語るってなんかこうバッシングの対象になっちゃうんじゃないかなとかこういうことって口にしていいのかなって、うん、なんかこうオズオズ させられてきたっていうところがあると思うんですけれどもそれをやっぱりこう堂々とこうあの語っていいことなんだっていうふうにこう伝えてくれたのはやっぱりアルテシアさんが私の中でもすごく大きかったのかなというふうに思うんですよね。はい、で一方でやはりこうまあこの配信の中でもこう2人とこうお話をしていきましたけれどもやはりこう まあ差別の問題ってマジョリティ側がどういうふうにこう態度変化をこうしていくのかっていうことをこうあの鍵にしていかなければならないことだなというふうにこう思っているのでまあモバイルプリンさんが最後にこうお話ししたまあ男性同士でこうミソジニーをこうあのなんかこう色濃くしていく。 とは、まあ真逆のこう語らいの場とか、はい、あの自分たちのこう加害性にこう気づいた上で。どんなあの態度変化をしていくのかっていう。うん、なんかそういうことを共有していく場っていうのも、こう確かに必要なのかなということはね、考え、はい、ますよね。権力購買にまずこう自覚的であるということと、うんうん、あとは自覚できない。まあそうしたこう権力購買もあるんだと、私たちはもうそういうの入ってるんじゃないのかというところから。話していかないといけないですよね。うん,う,んうん。それをね、語らいながら、こう気がついていくという、こう場だったり、こうきっかけも必要なのかなという。 というふうに思います、はい、さあ,あのそしてあの国際情勢もこう厳しいことが続きましたこの配信の中でもあの度々皆さんにこうお伝えしているこうガザのことあのもう私はこれはあのいろんなところでこうお話をしてきましたけれども今 現在進行形であのガザで行われていることっていうのはもうまさに民族浄化だなというふうに思います。で虐殺するということだけにとどまらずもう人間がそこでこう居住するということを否定したりあるいはその人間たちその特定の集団のこう存在そのものをこう否定していくという,こう民族浄化を。 止められない国際社会って何なんだろうかっていうことをこう、うん、私もこう常々考えるんですよね。そこにはこう日本政府も含まれていてでもその日本政府をこう日本社会のこう代表にしているのはこう、まあ、有権者だったりこう市民だったりするわけですよね。はい で私たちのこ,うこの選択って本当にこう今のこうままでいいんだろうかということを足元から掘り下げてこう見つめ直していくという,こうためにも、まあ、この1年をこう振り返るということって不可欠だと思うんですよね。うん、でもなんか自分の中でモヤモヤっとしたものをこうただこう持っているっていうだけではなんかこ,うこれって。 もやるけどどうなんだろうっていうことにとどまってしまうと思うんですけれども、うん、なんかこうそれをこう持ち寄ってみたりこう怒りだったりこう違和感っていうものをこう持ち寄ってみてあこれってやっぱりおかしいっていうふうに言っていいのかなっていうふうにこう気がつくことでその土台の上に立ってじゃあ自分はどんな選択をしていきたいのかなっていうその 気がつけるとか持ち寄れるっていうことの、はい、あのバー作りをこのまあ、レディオダイアログを通しても、うん、こうダイアログフォーピープルのこう発信を通してもまあ、来年1年間もこうあの続けていきたいなというふうに思っているのであのぜひぜひこれをこう視聴してくださったこう皆さんもこの配信がこう何かのこう 皆さんにとっての大切なきっかけになればいいなというふうなう願いを込めて私たちも配信をこう続けていきたいと思います。はい、来年をこう表す漢字一字がです、ね、明るいものになるように僕たちもできることを少しずつ積み重ねていきたいと思っています。うんはい、そして今年1年皆さんもご一緒いただきありがとうございました。少し早くはなりますが、まあ、今年の放送はこれで終わりとなりますけれどもまた来年に向けてどうぞよろしくお願いいたします。 さあ今日の放送をもう一度聞きたい方はダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルには会ウをしていきます、えー。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます、えー。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えー ダイアログフォーピープルでは12月の31日まで冬寄付キャンペーンも行っていますのでよろしければ、えー、私たちのこう活動継続をこう支えていただく大きな力になります。ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。いいますさあ,あの、冒頭でも少しお話をしたんですけれども、えー、年末年始は取材のためにこうお休みをいただき、 えー、次の配信は、えー、年明け1月10日水曜日の放送となります。はい時間はこれまでと同じです。はいということであの皆さんにとって2024年という年が皆さんにとってもより良い1年であるということを願っています。えー、また来年皆さんとご一緒できることを楽しみにしています。えー「レディオダイアログ」来年の1月10日21時にまたお会いしましょう。 え今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと佐藤圭でした。ありがとうございました。したおやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。